浜湯は、寒布フ,フェリーが運航しているフェリー。船名は、飛願場中の多年層である浜湯に由来する。富山港に接岸する浜湯フェリー寒布の大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、1998年8月28日に、就航した。寒布航路船体は2層の全通看板を有する7層構造で、 最下層から順に1から7番デッキと呼称しており、3番4番デッキが全通甲板である。7番デッキは相打室、4.56番デッキが旅客区画及び乗組員区画、2番デッキが乗用車用、3番デッキがトラック用の車両搭載区画で、1番2番デッキの線尾部が機関室となっている。多機能トイレ、車椅子対応エレベーターを備えるなど、 バリアフリーに配慮した設計となっている。全船と比較して船体は大型化したが、旅客定員は変わらず、特別室や特等室が新たに設けられ、パブリックスペースも充実された。デザインは潤いと快適を感じる空間を演出し、コミュニケーションの場を提供する形とし、エントランスを中心に、前方は客室、後方は公室に分離している。 パブリックスペース教職、物販設備入浴設備娯楽設備2005年5月2日、0時39分頃、富不山港から下関港へ向かって、関門海峡の北西沖を航行中、排気ガスが機関室内に逆流し、右原式がハンチングしていたため停止、左原式のみで航行を継続して、下関港に入港した。岸後、右機排気系統の点検が行われたが異常が、 発見できなかったため、通常通り、下関港から、不残港へ向かったが、同日19時37分頃、六連島付近を航行中、同様に排気ガスが逆流したため、運航を中止し、左原式のみで翌朝、下関港に寄港した。排気系統の異常の原因は、右原式の消音器の製作時の不適切な溶接で、消音器の天板が脱落したためであった。 1998年10月には、右元気。2001年9月には、左元気の消音器の底板が脱落して修理されていたが、その際に十分な点検が行われなかったため、溶接不良が見逃されていた。ありがとうございます。